東京都の猪瀬知事が医療法人徳洲会側から5000万円を受け取った問題で、都議会は今日の午後から再び知事本人を呼んで集中審議を行います。今日は総務委員会で答弁いたします。この問題をめぐっては先週も都議会の委員会で集中的に審議が開催されました。しかし5000万円を受け取った後に自宅に帰ったと答えたものの、その後個人事務所に立ち寄ったことが明らかになるなど、答弁自体の信憑性が問われる状況となっています。都議会各会派は知事の発言の食い違いなどを追及する方針で、借用書の原本や貸金庫の記録など50点余りの資料の提出を求めています。